すべての邪妖は私が滅ぼす。参ったな。ああ、あら、ああ、え、ああ、すまない。この世界は泉の奇跡の力によって繁栄してきた。もともとここは作物の一つも実らないほど荒れ果てていたらしい。歴代の王が三種の神器で泉の力を操り、世界中の祠に恵みを行き渡らせることで人が暮らせるようになったと言われている。だが前の王が亡くなった時、泉と祠はなぜか急激に力を失ったんだ。そして新たな王が戴冠の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れ果ててしまった。もはや打つ手はない。諦めかけた俺たちに叔母上は古い言い伝えを教えてくれた。泉が力を失い世が滅びに向かいし時、異界の英雄降り立たん。英雄祠に己が力を与え泉を再び蘇らせ、英雄を導きし者、戴冠の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさん。泉に残された最後の力を使って、あなたたちはこの世界に呼ばれた。まあ、実際に儀式をしたのは、いとこの玉木だけどな。異界の英雄は、この世界に対して多大な影響力を持ってる。だから、その力を祠と大地に分け与えてほしいんだ。泉と祠の間で水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉もよみがえるはず。それが叔母上の見立てだ。ずうずうしい頼みなのは百も承知だ。だがどうか世界を救うのに手を貸してほしい。そして俺と一緒に戦ってくれ。やれやれ。ああ、え、ああ、いや、くっ、ねえ、いや、おう、はあ、すまない。わかった。そうだな。英雄さん、頼む。
英雄さんの役に立てるとは光栄だ。まずは俺の言う通りにやってみてくれ。行くぞ。行くよ。立ちはだかるなら容赦しない。叩き潰せ。いい気で見せちゃうわ。やば。やるな。じゃあこんなのはどうだ。さすがは英雄さんだな。さて最後は俺が相手だ。
てね。やっぱり英雄さんはすごい。これからもよろしく頼むな。頼む。